はい、みりです。今回は4年ぶりの一人韓国旅行。韓国のクリスマスシーズンの街並みは歩いているだけでもワクワクします。ということで、まずは朝の問屋ショッピングからスタート。問屋の行き方など詳しくはこちらの動画をご覧ください。今の時期、外はまだ真っ暗でした。私は渡韓したらカバンの問屋 NPHA は必ず行きます。このモコモコバッグをゲット。購入品は次回の購入品動画で紹介します。朝ごはんの前にフラットスタバに入ったら、クリスマス限定メニューが可愛すぎました。他のクリスマス限定メニューも可愛かったので、時間があったらぜひ行ってみてください。そして朝食を食べに訪れたのはチョンノサガ駅6番出口、徒歩2分、イクソンドンにあるトースト専門店カフェミルトースト。ここは大人気なので知っている方も多いのではないでしょうか。移り変わりの激しいソウルで、コロナ前から変わらず人気のお店なのでずっと気になっていたんです。開放感のある広々とした店内はオープンと同時に満席。メニューはシグネチャーメニューのスチーム食パンの他に、スフレトーストやトーストの上にたっぷりのクリームが乗ったハニーブレッド、スープ、ドリンクメニューも豊富です。カウンター席だったので目の前で蒸されているパンが見れるし、パンの甘い香りが漂ってきます。せいろに入った蒸したて熱々のスチーム食パンが到着。パンは注文後に蒸してくれるので、運ばれてくるまでに15分ほどかかりました。とにかく暑いので気をつけながらパンを包んでいる布をオープン。私はプレーンとトウモロコシを注文。美味しいことを確信できるこのビジュアル、たまりません。では早速いただきます。まずはプレーンから。ほんのり甘くてふわふわのもっちもち。一緒に提供されるクリームをつけても美味しかったです。トウモロコシは中にチーズも入っていて、甘みのあるパンとチーズの塩味がたまらない。赤ちゃんのほっぺみたいに柔らかくて軽いのでペロッと食べれちゃいました。近くに大好きなカフェがあったのでふらっと寄ってみました。チョンノサガ駅6番出口、徒歩2分、カフェハイウエスト。ミルトーストからは歩いて1分くらいの距離です。何度来てもキュンとするカウンターに並ぶスイーツたち、見ているだけで幸せな気持ちになります。ここは見た目だけじゃなくて味もすごく美味しいんですよね。この日はお土産用にクマさんクッキーを購入。このクッキーはチョコレートもサンドされていて食べ応えもあっておすすめです。店内はクリスマスの装飾がされていてとっても可愛かったです。行くだけでワクワクさせてくれる素敵な空間なので、ぜひ行ってみてください。はい、続いてやってきたのはこちら、ハンガンジン駅1番出口、徒歩7分、アスティエドビラット。パリにアトリエを構える全工程ハンドメイドで製作されている白い陶器のブランドです。こちらは世界初のフラッグシップストア。店内にはおしゃれな食器や雑貨が並びます。このキャンドルやキャンドルホルダーも素敵すぎる。このマグカップも可愛いけど、お値段は可愛くありません。私の今回のお目当てはクリスマスツリーのオーナメント。こちらは世界のガラス作家の職人さんが一つ一つ手書きで書かれているそう。個性的なものが多くてどれも可愛すぎますよね。
めちゃめちゃ迷ってこちらを購入。来年のクリスマスシーズンも必ず来たいと思える素敵なお店でした。アトリエ・ド・ヴィラットの目の前にあったこちらにも行ってきました。ヒンス、おすすめの激カワリップを1点購入。イエベさんにめちゃめちゃおすすめのリップなので、次回の購入品動画をお楽しみに。そしてこちらはヒンスの商品を購入するとフォトブースの撮影用コインがもらえました。一人なのでちょっと恥ずかしかったんですけど、せっかくなので撮ってみました。ランチはこちらへ行ってきました。震災駅一番出口徒歩9分、ソンタンプテチゲ。あの IKKO さんもおすすめする年中無休24時間営業のプテチゲ専門店です。パンチャはシンプルだけどキムチも美味しいし、コーンマヨネーズは口の中が辛くなった時の箸休めに最高でした。ハム、ソーセージ、スパムがたっぷり入っているスープに、私は最初から辛ラーメンを投入。化学調味料を使わず1日煮込んだ牛骨スープをベースにしているから、とにかく濃厚で美味しいんです。1人前から注文可能なのも一人旅には嬉しいポイント。ビールが合う。麺がなくなったらお米の上に残りの具材を乗せていただきます。これもまたうまい。見事に完食して次の目的地へ。続いてはこちら、ソース駅4番出口徒歩5分、タンバリンズ。11月18日にオープンしたばかりの新ササムチョンドンに続く新店舗です。コンクリートの骨組みだけを残した建物がかっこいい。店内に入るとおばあちゃんに優しくリップクリームを塗ってあげるおじいちゃんたちの人形がお出迎え。この限定のパールケースに入った卵型のパフュームが可愛かったです。ハンドクリームやキャンドルもおしゃれだけど、実は香り系のアイテムが苦手な私の今回のお目当てはこれ。新発売のリップになんと無香料の商品が。が、しかしなんと完売でした。今全店舗で完売しているそうです。タンバリンズから10分ほど歩いて到着したのはこちら、ジェーンマーチ。最寄り駅はソウルの森駅で2番出口徒歩7分です。外観のクリスマスの装飾が可愛いと話題になっていて、一度来てみたかったんです。早速店内へ。食器やアパレルなどのオリジナル商品が並びます。世界観がとっても素敵。クリスマスカードの種類もたくさんあって、私はこの2種類を購入しました。お店オリジナルのクリスマスカラーのバッグもゲット。実際に行けて嬉しかったです。
ずっと行ってみたかったこちら、新佐駅8番出口徒歩9分サドラーハウス。クロワッサン生地で作ったワッフル、クロッフルの専門店です。このツリー可愛かった。お店に行ったのが夕方だったので商品は少なめでしたが、私が食べたいプレーンは無事ゲット。これは美味しそうすぎるでしょう。では早速いただきます。これ美味しすぎました。バターの香りとほろ苦いカラメルっぽい味の組み合わせがたまらない。サクサクなのにもちっとしてて、1個が結構大きいのにペロッと完食。韓国スイーツいろいろ食べてきたけどこれ一番かもってくらい美味しかったです。カフェラテをつけながら食べるのもおすすめ。これはテイクアウトで購入したプレスされたクロッフル。我慢できずにパクリ。次回はキャラメルとかクリーム系も食べてみたいので、また絶対に来ようと思います。続いては宿泊するホテルをご紹介。新佐駅8番出口徒歩8分、ホテルアンテルームソウル。客室は木を中心とした心地よい空間で、コンパクトなお部屋ですが居心地が良かったです。水回りもとっても綺麗でした。はい、一旦帰ってきました。疲れた。今日もね、もう3万歩ぐらい歩いてて、ちょっと声も出なくなってきたんですけど、今から私の親友のゆりちゃんがおすすめしてたカムジャタンの店に行ってきます。ゆりちゃんは普段から韓国の方とお仕事をしているので、だからゆりちゃんが美味しいっていう韓国料理は間違いないんですよ。そうだからちょっとね、疲れたけどそこだけはどうしても行きたくて、ちょっと今から行ってこようと思います。まあビール飲んだらね、声も出るようになるだろうし、元気も出るだろうし、疲れも吹っ飛ぶと思うので、早速行ってきます。ってことでやってきたのはこちら、ソンス駅4番出口徒歩5分、ソムンナンソンスカムジャタン。24時間営業なのにウェイティング必須の大人気店です。席に着くと 1,2 分でカムジャタンが到着。一人用の鍋があるのも嬉しい。一口食べたら衝撃が走ります。美味しすぎてもう止まりません。スープに浸したお米も最高。ここのカムジャタンは濃厚だけど癖もなく、日本人でも食べやすい味でした。ビールが合いすぎる。ごちそうさまでした。ここ本当に激推しです。ゆりちゃんありがとう。翌朝空港に向かう前にこちらへ、アクジョンロデオ駅5番出口徒歩5分、ミニュートパピヨン。なんと来店4回目です。オープン時間に合わせて行ったので1番目に入ることができました。外観も店内もクリスマスムードで素敵です。今回は新作のチョコレートチュロスを注文。いつも食べてる熱々サクサクのチュロスも美味しかったけど、チョコレートがコーティングされたこちらもかなりおすすめです。行かれた際はぜひどちらも食べてみてください。久しぶりの一人韓国旅行大満足。
てな感じで今回の動画はこの辺で。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどお待ちしてます。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。